木槌でここを叩くと団子が足から運ばれてくるんですね。じゃあ叩きます。はい、あすごい嬉しいですね。あっちのあの建物にはね行ったことあるんですけど早く食いて無事に団子は来るでしょうか。もうつきたての柔らかさです。すごく美味しい。じゃあごま、あの全然甘すぎないです。あのペロッともう一口いけるぐらいの濃厚なんですけど甘すぎないのですごく美味しいです。食べやすいです。皆さんもぜひ来てください。小さい時から文字が大好きなんで、妹と喧嘩をしながらくるみ文字を取り合ったんですけど、そのぐらい好きです。もう腹が減って朝いっぱい食べたんですけど、すごい腹が減ってます。8種類のお餅があるんですけど、ごま、あんこ、ずんだ、いなり、生姜、肉そぼろ、くるみで、この期間限定のお餅がバッケ味噌の餅です。バッケはふきのとうのことで、ちょっとほろ苦い感じ の、 あの味がする、今は旬のお餅になります。この真ん中は大根おろしで、お餅は入ってないので箸休め的な消化を助ける働きがあると私の予想でございます。ではご覧ください。すごいですね。もうこれあのディズニーランドに行ったぐらいに嬉しいのですよ。もうテンションが上がってます。ではいただきます。この期間限定のバッキ味噌いただきます。春を感じさせるバッケのちょっとこうほろ苦いようなこう鼻に抜ける感じがして、でお味噌もすごく美味しいです。お餅はつきたてだと思うんですけど、すっごく柔らかくて、柔らかいんだけどコシがあって
すごく美味しいです。皆さんこちらもぜひご賞味ください。超美味しいですよ。見てください、お餅がすごい柔らかいですよ。ほら。いただきます、いただきます、このまま。あ。本当だ、柔らかくて美味しいです。すごくもちそうに、あ、美味しい、うん、この黒糖と油揚げが入っていてすごく美味しい、お待ちします。鶏が入ってるからだ。あ、いけるかも。すごい、これ箸でちぎれるんですよ。それぐらい柔らかいんですよ。すごいですよね。ではあんこいただきます。超美味しい、あんが滑らかですごく美味しいです。うん、ね、お餅が柔らかくて美味しいからもう最高です。一ノ関にある芸備系に初めて来ました。今から船下りに行ってきます。初めてなのですごく楽しみです。インタリアにマイカーにペナントはいかがでしょうか。なんと100円です。この願い玉を引いて上の運太郎大座の穴に入れます。チンとなったら願いが叶います。ちょっと見ないで引いてみます。じゃーん、緑は、あ、健康運です。これをここに入れるのね。購入します。あ、チンとなった。これで健康運バッチリです。チーンってなった。やってないからね、ハワイから来た。パナソニックのあれだ、ガオ、うん、ガオ、ガオ、ガオ、子供です。トランスの子供、はい、あ、はい、いってらっしゃい。ありがとうございます。そして冬は屋形船での雪見船、年中通して船の方は出ているところになりますね。ここは変わらないです。この辺深いからね、あの鯉が泳いでるときに見れますからね。一回も泳いでるときに見れますから。これでも深い。今日だよ、本当だもん。すごい岩の
岩だよね、石じゃない。あすごい、ほら。すごい、ね、雨が降った時に。アメプラ、アメプラ、見てるか。入り口の高さが5メートル。僕行き。今度は船から降りて300メートル歩きます。歩いてって、まあ綺麗だね。すごい岩、なんかこそこそ。トイレは坂道に登った右側がトイレになります。雲もいなかったわ。左はすぐですよ。着きましたら、この船が通ってきた後ろの景色が勝負が この玉を買って岩に投げるんですけど、いろんな種類がありますね。どれにしようかな。じゃあ、私は愛、私はですね、この愛を投げたいと思います。あ、これ恋だった。やっぱり私は愛ですね。この玉を向こうのあの岩の穴の中めがけて入れたいと思います。じゃあ投げますよ。今届かない。あ、全然届かない。全然届かなかった。砕け散りましたけど、はい、頑張りました。揚げ餅をいただきます。すごくうんね。美味しい。すごい。すごい跳ねてる。さていつのか。
ゲービ系楽しんできました。すごく景色も素晴らしくて、お天気にも恵まれて素晴らしい、ケーリを見ることができました。皆様もぜひ、いらしてみてください。とっても素晴らしいところですよ。インディージョーンズみたい。救命観音。これかな、観音様かな。上皇の泉、3億5000万年前。あ、こっちにもある。すごい。出口です。はい、幽玄堂に行ってきました。中はすごく涼しくて気持ちよかったですね。すごく狭いところもあれば、ちょっとこう階段登るところもあるんですけれども、日本最古の鍾乳洞ということで、すごく素晴らしかったです。皆さんもぜひ来てみてください。三直ライムくんっていうんだね。三直ライムくんでソフトクリーム買いました。